いろいろ見てるけど、ホロメイ少し忙しすぎね。いや、あのね、これね、ホロメイになったらわかるけど、忙しくないよ。そんな、わかんないけど、忙しい人もいると思うけど、あ、なんか、忙しくないようにしようと思えば、忙しくないようにできるし、忙しくしようと思えば、忙しくできる、みたいな感じ。わかるかな？わかるかな？あ、そう、スケジュールの組み方によるっていう。そう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 。なんかね、なんか毎日仕事してるなっていう人もいるけど、1日で1回行動するか、1日で2回3回行動するかだと、まつりは思ってて。なんかやろうと思えば、まつりは結構そういうのやっちゃうけど、案件はしごとか、あるんですよ。で、こっちの案件やって、終わったらじゃ収録行きましょうとか、今日ダンスレッスンやって終わったらホロの公式配信の方に向かいましょうとか、そういうのがをやるか、ダンスレッスンはじゃ別日にしてくださいってやるかだと思う。祭りはもう休みは休みで欲しいからわってやる。1日でホロメンで一番忙しそうな人誰ですか？わかんないけど、話さないからさ、その仕事でどれくらい忙しいとかは話さないからわかんないけど、スイちゃんじゃない？わかんないけど、なんかスイちゃんじゃないって思うわ、マスリは。なんか家でできることが少ないっていうイメージ。案件とかも家でやるゲーム案件とかより外でなんかライブするとかが多い。メディアに出るとかか、なんかで動画ね、提出系よりなんかそ外に出る系がやっぱ多いのが、やっぱスイちゃんは大変なんだろうなぁと思いまして。もし結構なんか家でできちゃうやつとかも多いからね。そうそう、ラジオとかもあるしね。え、本当に。いや、船長も忙しいと思うよ。だからまあどうなんだろうね。祭りはちなみに暇。うん。忘れ、ちなみに結構暇だよ。なんか、ほにゃほにゃして、ほにゃほにゃして生きてるよ。全然。